特設防空艦はイギリス海軍が第二次世界大戦中に運用した防空を任務とする特設艦船である。1942年に取られたイギリス海軍の沿岸防空艦第二次世界大戦中、イギリス海軍は正規の軍艦の不足を補うため多くの民間船舶を特設艦船として徴用、改造し軍艦の補助として使用した。 特設防空艦はそのうちの一つで、主に輸送船団や揚陸船団の防空に用いられた。雑多な民間船舶を徴用しているため、揚目はほとんどバラバラだが、大型の外洋用と小型の沿岸用の二つのタイプに分かれる。外洋用に対する改造は大掛かりなもので、すべての艦に、対水上レーダー、対空レーダー、降射式装置が設置された。並走は、 艦の大きさに応じて1 0 2トル、連装広角砲を3機内しは4機搭載し、この他にポンポン砲や2 0ト、mm、ル機銃、爆雷投射機などを適に装備した。日本陸軍の防空機艦船に比べてかなりの重武装である。広角砲の生産数や改造の規模の大きさから、概要型にはアリンバンク、ホイールバンク、パロマレス、 ポーザリカ、プリンス・ロバート、スプリング・バンク、ティーン・ウォルド、アルスター・クイーンの計8隻が改造されたにとどまった。うちスプリング・バンクは CAM ・シップ類似の戦闘機型パレト艦に改装されている。沿岸型は500トン前後のものを中心に30隻ほどが徴用され、それほど本格的な改造はなされていない。射式装置の搭載はなく、 日本土砲20、mm 機銃、20mm、基重、12.7mm、基リ 7.7mm、基銃などが、船体のスペースに応じて搭載された。また、推進方法が、外輪式のものが徴用されており、スクリュー船に比べき水が浅いため、船海域、港湾部での護衛に、特に有効だったと言われる。なお一部の特設砲艦が、特設防空警備として、主として、 各地で同様の任務に用いられている HMS ポーザリカオブコンボイ P917 ありがとうございます。